おっちゃんおはよう。おはよう。そしてジャン君もおはよう。おはよう。今日は朝方、東京23区が震源地、すごい珍しいよねの、地震があって震度3だったんだけど、また変な揺れ方だったんだよね。ズコココココみたいな。しかもちょっと長かったんだあれ。ちょっとね、ジャン君とポンちゃんはうんって2人で窓際でね、いつもの場所で寝ていたんだけど、ちょっとビビった感じだったけど逃げ出さなかった。偉かったです。そうだね。本当は、ゆっくりキャリーの中に入ってくれるのがいいんだけど、それどうやったら教えられるだろう。それは難しい。パニックになって走り回られるとですね、どうやって連れて出ればいいのかわからないんですが、落ち着いてゆっくりキャリーを開けて中に入ってください。今日ちょっと2つあるうちの1つがね、閉まっちゃってたのね、電源コードで押しちゃって。また開けときますんでね、よろしくお願いしますね。それかまあ、机の下に隠れるっていうのもいいんだけど、机ごと飛び跳ねることもあると思うので、キャリーがいいと思うよね。よろしく。あ、それと今日はポンちゃんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。朝方ってことじゃないんだよね。朝1時57分だったよ。俺らにとっての朝でした。ポンちゃん、ポンちゃんおめでとう。ポンちゃん、いいね、お誕生日にお兄ちゃんと一緒に仲良くいいね、ポンちゃん。そしてはい、ママからのプレゼントです。クラフト工房クレアル穴あき枕ラグジュアリー140。あれ枕じゃないんだけど。あ、枕ソファーみたいな、あ、でも入れ物が入れないんだよね。あれは去年のやつかな。そうです、去年の。去年買ったのはこんなになりました。今ひっくり返して使っています。そうなの、表がボロボロなのとひっくり返してます。そして、はい、で今回は、あ、まだ開いて、ここか、あれ、はい、お買い上げいただきありがとうございました。手書きのカード付きです。なかなか大変やね。はい、この携帯マスクケースいただきました。はい、こんなです。あ、ポンちゃんの興味を示しました。ポンちゃん、どっち先に見 る？これこれ、ちょっとこの足をどかしてみましょうか。あら、早いね。はい、もう使ってます。もうですか。早いですね。ポンちゃん、今回はね、バスタブタイプにしてみました。どうですか。いいんじゃない、いいんじゃない。いいよね、ポンちゃん。いい感じ。中にも入れていいよね。ここは日本製なので、日本の段ボール屋さんの日本製なので。ポンちゃん喜んでるよ。とっても丈夫でいいですね。もうずっと愛用してるもんね。
の猫の顔のソファーからね。そしてここにスポッと入るのもちょうどいいね。うん、いいね。ワンちゃんまだ足ついてないんだけど、足つけない方がいいかな、低くて。そうかもね。どうだろう、ワンちゃんどうですか、入りやすいかな。足つくともうちょっとこう高くなるんだけど、どうすか、ふうさん。そしてまたジャン君に甘えに行くのね。はい、はい、ワンちゃんチェック終了です。お誕生日おめでとう。ハッピーバースデー、ポンちゃん。ポンちゃんケースに入る。ちょっとケースでかいね。でかいね。ポンちゃん、これ立てると入るっていうのはどういうことなの、ポンちゃん。最近こういう形にするとなんか入るよね。あの、なんだ、お風呂みたいにしとくよりも、うん、こう立ててお家みたいにした方が入るよね。そうなんか、前もそうだったよ。はい、ジャン君ポリポリしてください。もうしちゃった。うん、今ちょっとしたみたい。よかった、ジャン君も入ら、入ってくれて。ジャン君、ここのはすぐ入るね、みんな、うん、乗ったり入ったり。やっぱ好きなんだね。あ、よくも入った？いいな。とりあえずあそこに置いただけだからね。裏返しのやつ。